こんばんは。今週も金曜日8時になりましたので、定例配信会始めたいと思います。今週からまた四季の細道21時ミニ大会、再開しますのでよろしくお願いします。それまでの試合を様子を垂れ流しでいきますので皆様ごゆっくりどうぞ。
Yeah!
マイクのテスト、なんか マイクのテスト、すごい向きになった。あ、じゃあこんばんは。今日は何日だったっけかな。デートなしきからお送りしております。5月12日金曜日、そりゃそうだ、金曜にやってます。今エントリーをカウンターで受け付けてるので、まだの方よろしくお願いします。一応自分も回るんですけど、ちょっと対戦中なんで来てください来てください。そして今日カーシムさんからまた商品が、野菜ジュースサラミ、そんな感じです。あとオロナミン C もなんかあるんで飲んでいいそうです。サラミ杯、ちょっとね、Fuck!
今日元気はつらつ会だ全部ありがとうございます。じゃあ、あと闘魂さん、ノブさん、破天荒さんかな。
あ、というわけで1回エントリーは締め切りしました。予備はいつも通り取っておいてます。はい、お腹空いてる方、カウンター来てくださいね。なんかカウンターにお菓子とオルナミン C あるんで、食べに来てください。食べに来てくださいってあれだけど、食べたい方ご自由にどうぞ。お菓子あります、お菓子。
抽選が終わって今ボードに順番を書いてますので、自分の順番を確認してもらいつつ開始したいと思います。最初の戦いはセロテープさんと裏ケニさんの龍対龍ですね。2人は 1P と 2P を決めてもらって初戦になるのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、配信台はそろそろおしまいです。じゃあ最初の試合はセロテープさんの竜と裏ケニさんの竜で、3番目にヒカルさんのバルログ、4番目グッチさんのホークです。そんな感じで準備よろしくお願いします。はい、こんばんは、大戸です。野次第が 1P が剣、
に P が帰るということで、よっしゃ、1-1 ですが、ダブルサマーで削りと。じゃあすいません、の試合ここまででよろしいですか。決めちゃっていい？じゃあすいません、テストテスト1試合目、セロテープさんと裏剣さん、じゃんけんをお願いします。横からテスト失礼します。2ピン、はい。そしてよかったらどなたかマイクお願いします。あ、じゃあ準備が1P が裏ケニさんの竜、 2P がセロテープさんの竜で、逆ですよ、 1P がセロテープさんの竜です。本当ひどい話だよ。念のため確認しましょうか。入れ替わってるかもしれないんで。大会ロストは今後とか、はい、お大丈夫ですね。 1P がセロテープさんの竜、はい、はい、じゃあ第33回 2P が、裏ケニさんの竜です。お S 竜ですか。そうかそうか、ごめんなさい、 S 竜ですね、失礼しました。 S 竜、そうそう、 S 竜です。ラケニさん S 流ですね。ちょっとダム台を見て触発されたのかって。あ、誰かパチパチしてくれて、ちょっと目があまり良くない。やっぱそうですね、波動打ち合いですよね、この組み合わせは。お疲れ様です。とにかく波動打ち合い。タッソシさんですね、コメントいただいてるのは。タッソシさんです、こんばんは。ありがとうございます、視聴ありがとうございます。おすごいですね。おっと、最後は投げ落とした。どこかで見たことあるぞっていう。竜巻で。竜巻ね、ちょっと回転数違うんで、あまり見ない S 流はちょっとあれですね。あ、そうなんですか。全然距離が違うんで、移動距離が、ちょっと久々に見るとびっくりしちゃうっていう。あ、おー、裏切りさん。そしたらヒカルさんバルログきっちりいきました。続きましてヒカルさんのバルログ、ザクザクいっちゃえみたいな。略してヒカログ。めちゃくちゃ負けちゃったそうです。めちゃくちゃ負けた。なるほど。ですってですって。じゃあその恨みを晴らすということで。恨み。ザクザクやって。あ、スライディングで。あ、いいですね。転がして。投票。ちょっと票が早かったか。あ、投げか、こういうの投げかしたやないです。爪が折れてしまった。あ、でもなんかもう、あともうちょい昇竜拳。そうなんですよね、無敵なんですよね。ちょっと惜しかったです。ちょっと弱達がね、短いから反応ちょっと早いくないと対応不可能なんですけどね。そう、昇竜拳で確実に落とせるんですよね、 S なので。どうする、どうする。おっ、寺。 あでもね、よろしい。ちょっとどうにもならなかった感じですね。 S 流ちょっと特殊なんでね、あんまり見ないんで。続きましてグチさん。あ、はい、グチさんのフォークです。グチさんです、グチさん、グッチさんのフォークです。で、次がロードさんの転換。グッチさんフォークです。ごめんなさい、今日ちょっと書くとき S か X か見てなかったですね。ちゃんと見てなかったです。自己申告でお願いします。また飛んで、おっと確実に落としていきます。あ、いってそうですね。もうなんかフォーク使いみたいな動きですね今日。と逆に1ラウンド目の動きが
でも確かフォークって竜そんなにあれなんですよね、優先強くないんですよね。あ、そうなんですか。うん、3、7ぐらいでフォークの方が強いはずなんですよ。あ、ごめんなさい、竜の方が強いはずなんですよ。おお、あと一発、お、読んでいた。最後は通常投げと、当然回ってたと思うんですが、はい、続きましてロードさん、はい、S 剣、はい、S 剣、お、S 続けますね。ちゃんと出せましたね、勝利剣。そしたら次、ほぼ山本さんのチューンでいますね。そうですね、はい、お、お、今のジャックパンうまいっすね。コントロールダイブ止めましたね。もっと躊躇なく大昇竜を、当てて福さんがなかなかパターンに持ち込めない。いったか、おっと贅沢投げ、贅沢投げ、多分配信には載ってると思います、はい、行った行った、やばい、行った、終わった感想ないですね。あれ結構難しいんですよ。いやいやいや、相当ですよ。ちょっとね、次僕なんですけど、フォークだとやり方が分かってないっていう威圧感がいいですね、背高いし。Nコパーがやっぱりね、ちょっとね、どうにもなんないですからね。おお、抜けた。最後はセーフ。セーフで対空でした。さあ次はほぼ山本さんのチュンリーですね。メインキャラのチュンリーということで、よろしくお願いします。ソシさんお疲れ様です。さあチュンリーステージ早いですよ。さあ投げてく、あーっと来ました、画面端。あー、これはフォークが1本取りました。バシ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 ちょっとショットでじゃんじゃん喋ってください。いやいやいや、カムシャも相づちで、相づち担当そんな担当あでも器用ですね、ね、フォークはちょっと難しいんで、はい、使わないんですけど、なんでもうまいです。あー来ました。そうしましたら、カーシムさんのザンギ、カーシムさん、カーシムさんですね、カーシムさんです。カムラス、次がシキさんの本田ですね。川シエフさんですね。はい、ちょっと予備は今回なしなんで、今日地元の方が来られてますね。そうそう、すごい豪華メンバー。さあ、ザンギステージですね。早いっす、早いっす。あ、そうか、早いね。そうなんすね。もういや、始めた頃はあんま感じないもんなんですけど、あ、ただ背景が鬱陶しいなって鬱陶しい画面端に追い込まれた時に、あー、なるほど、建造物ちょっとガヤ勢が、いやいや、手前のなんかローラーみたいな、なんかハンドルみたいな、あれがいつもよく分かんない。マニアックですね。隠れちゃって、あっ、さあ回転対決、これどうなるんでしょうね。おーっと、台風が決まってく、おーっと、投げ返したぞ。まだ あれか、そうそうそうあれがちょっと足払いとか、右端でしたね。ハンドルは右端にありますよ。まあ今も厳しい。あ、さあ、あ、今のは強い飛びですね。今のは強い飛びでした。さあ、グッチさんが1本取り返してきました。あおっ、痛いの入れてく、あおっと、ピョタ、いやー、たら、しきさんの本田です。し
きさんのホンダということで、はい、よろしくお願いします。噂の式ホンダ、まさかのザンギにホンダが入って、ホンダが入ってきました。プレッシャーが、さあショーパンチカラーなんですね。さあまま入って、さあダメ端、これそう、これはきついっすよ。いやいやいや、いいですね。余計なことしないって感じで、そうですね、余計なダメージをもらわない、回転が早い、おかわしくよくない感じ。クルージング入ってます。あーっと入った、入りましたよ。ループするか、いいまい、ドリームがあったが、まだまだまだ、どうぞ、ない、うわー、いいいい感じだったんですけどね。あるあると、川島さんが周りがあるよと言ってますが、コメントされてます。本当側はないよと、ホンダこれ虐殺です。しかも始まると追い込んだらそれ以上押さないんですね。あれ以上押しちゃうとちょっと面倒くさくなる。なるほど。さあさあこれ厳しいですよ。おかまおかまやめろ。地獄次は、あ、お、いい反撃ですね。あれ考えても勝てますね。あと何回、おっと、いい飛びだったが、目が通ったように見えたんですが、四季さんのホンダが勝ってます。さあさあネロさんのガイル ね、 ね、ラウンド1、はい、ちょっと転ばなければ、あっと触った、転んだ、死んだか、あ、おっと、お、コンボが安い。さあ、こっからです。ガイルとホンダが、おお、いい垂直ですよ。さあ、さあソニックで追い返す。おっと、おっと、あー、マジか、おっ、やばい、やばい、おー、おー、今無理やりダブル KO にした感じ。最後結構減りましたね。いや、でも悪くなかったですね。いや、いい、いい。危ないですよ。うまいですね。うまいですね。さあ、画面が、あー、どうした、おー、あ、決まりました。ジャンプ中継、くらい皿に追いちょうくらい。そうですね。ガイルさん、形が出そうなんですね。はい。さあ、前でおすすめをしてますが、あんまり垂直がかかる、うまいですね。ちょっと降りましたか、生きている、頑張った、残りましたね。あー、ぴったしでしたね。四季さんのホンダが2勝目です。さあ、闘魂ガイル、あ、闘魂さんガイルですね。初めて見ます、私。お、両手を上げてアピール。アントニオ猪木の入場スタイルのように ガムシャラジャパンのシャツ着てらっしゃいますね。あれちょっと欲しいんですけどね。あれ欲しいですね、あれ市販されてるんですかね。彼に認めてもらうと連敗にして、なるほど、シャツがもらえるんです。結構厳しい感じですね。シャツは結構いいんですけどね、ガムシャラ8個人が時があって、それは欲しくなかったんですけど。それレアアイテムですね。チームメイトもしなきゃいけない。なるほど。なかなかいいですよね。なんか安いバッグの時もあったんですよ。そんなのがあったんですか。すごいですね。おっと聞かれました。足が近い。これホンダステージ結構遅いですからね。対応側が割といい感じになるはずなんですけども、足に
カンパスに座る人に気にしないでどんどん。そうですね、気がつけば走、あーちゅう、風がうまい、おー尻が当たる、あーっと、これはいいフェイントです。なんとかプリソナ、そうですね、なんとかプリソナ、懐かしい言葉です。そういう、そういう名前が、さあ、ソンナーさんのザンギル、ソンナーさんのザンギル、ソンナーさん、あ、そうですね、多分、古い式前かなと思います。あー、地元の方。さあ、本田と残機がまた行われてますね。あ、まあまあ、下がる下がる下がる、この組み合わせってちょっと前になんか話題に、なんか、もうね、キャラが違う、現代ダイヤだとゴムぐらい、ゴムですか。いやー、かなりの、ね、使い手でないと。うわー、入りました、1回、残してきっちり、あ、はい、と、垂直かな、普通に歩いてはめた、おー、決まりました。さあ、取り返してきますね、そんな、ザンギエフ、ダイヤゴブ、パレスチナさんと有名プレイヤーさんの、おっと、超歩いて殴られ、ちょっと歩いて殴られ、いや、密着は歩いて殴られ、そうですね、ちょっと熱いムーブですね。いやー、クライムも入らず、クライム借りて、あー、うわ、おかま、結構厳しいですね。小江戸さんのカートですね。さあ、四季さんは4勝目で、そうですね、順当に勝ち進んでおります。あ、青くなりましたね。あ、青パン同士、青パン同士ですね、新しい組み合わせですね。青パンいるんで、そうですね、おっと、残念にも青パンになると玉の性能が良くなる、はい、本田も玉の性能良くなってるはずです。なるほど、残念ながら玉がない、カラーチューンってやつですね。おー、ショードスコイうまい、あー、来ました、あー、来ました、玉の性能、明らかにアッパーカットに負けるんですけど、そうですね、無敵時間が短いってやつですね。さあ、おかまが最後、おさあ、画面端、転ばす、どう形、どう入れ替わる、入れ替わったが、あー、タイガー2位のバカットがガードでした。さあ、連勝数がさらに伸びる、5勝目ですかね、そうですね、これ5勝目ですね、はい、その辺の素人なんて気にしないでください。さあ、破天荒さんの竜ですね、と言ってる間に5秒で画面端すごい変、5秒で画面端からジャンプ中継大一丁さあ、こう難しい間合いなんですけどね、ね、吉尾さんがよく言う、あの難しい間合い、そうだと思います。見てから100巻、見てから100巻、さあ、この本田結構リーチ長いんですね、なんか端に持ってくってからのムーブがなんか長田正月っぽいですね。ああ、そうですね、ちょっと小川と小パンと、はい、変わらなげ、今の逃がさないこと優先ですね。あ、垂直もうまいですよ。さあ、小川うまい、朝根もうまい
圧力が半端ないですね。ノブさんの竜、竜なんかちょっとあれですね、開幕ワンバックジャンプまではまあいいと思うんですが、この陣地を犠牲にするバックジャンプがどう出るかっていう。いやこれボック殺です。1、2、いやすごいですね。やばいですねこれね。やばいですね。やりたくないからですね。チーパンとかを振ってみた。ああ、ドバドバ。リュウはもう下がっちゅうとかないね。そうですかね。さあ、竜巻のチャンスとこっちにボタン離しか。さあ、勝利。あの勝利が入ってれば、さあ、逃がせない。真空使って、さあ、こっからです。動けない。さあ、無理やり、無理やり。ああ、命がけの勝利分かりましたね。そうですね。ああ圧力がすごいですね。開幕ゴールで誰橋まで持ってかれるのは決まりなんですかね。様式日みたいな感じですね。あーっと、あーいやー強いですね。下にはオカマ、真ん中には百列、上にはゴッツァンチョップ。もう逃げれないですね。上中下どこにでも技が置いてある。さあニーヤーさんのベガですね。これ本田の嫌がるムーブを知ってることに期待しましょう。そうですね、使い手ですからね。これやられると本田きついんだよみたいなのがあるんじゃないかと。はい、お逃げ中盤いいですよ。おっと早かった。ループした。ループ投げきついですね。この組み合わせって手が結構きついような気がするんですけど、そうでもないんですかね。うまい。いやー素晴らしい。あちょっと歩いてめくりきっちりガードしたんですが、大一応ネタっぽい動きですね。さあ四季さんのホンダが8連勝ですね。さあ2巡目です。さあ2巡目の1番手は川シムさんのホンダです。さあホンダステージでホンダ同士、これは式今日もう待ったもん勝ちなんですかね。これは厳しいと思う。さあ両者慎重になってますね。さあ入って、どう出る。あーよく持ってきましたね。今かなり体力持ってきましたね。さあ見合ってますよ。悪くない。おーい、あー思い切った置き攻め。あー怖いですよ。おー投げ返す。あーよく、いやー三段が決まってますね。ある意味ここが止めるチャンスといえば、そうですね、同キャラですからね。さあここで取り返していく。ファイナルラウンド待ったなし。待ったなしですね。
いや、リバサいいね。いや、リバーサル返し、すごい殴り合いですねそうですね。おお、合わせてきますね。さあ、こうなると負けてる側は上から無理やりいったが、今プルプルっと震えました。一応仕込んであった感じですかね。そうですね。さあ、ここここで2度目のニーアー、ニーアーさんが剣を選択しますね。これウガは知らないですよ。これ次裏剣さんですからね。そうですね。どっちがいいですか。いやー、どっちも厳しいおっと、さすがにこれ回復負けはしているが、いやー、張り手がすごいですね。ちょっと球をガードした後にもうすごい勢いで前に進んでいって、そうですね、飛ぶかまだ歩くかそうですね、常に前方向に、いやーすごいな。おーっと、当ててく、根元から当ててく。さあ、これは厳しいか。そうですね、だがためがないとミリは前飛びからレスリング。さあさあ、あー、リバーサル、きっちり出してきましたね。さあ、登り台パン、お、今のすごい OK です。内足を四個でかわす、すごいです。おった、しゃがみ中盤、やっぱり一応頭には多少有効なんですね。そうですね、一応あーっと、これは上が通ったがあ、ちょっと歩いてみた。さあ、10人抜いてしまいました。さあ、裏切りさんのバイソン掴んでガードから、おっと、ヘッドで無理やり割る。さあ、使っていく。さあ、削ってまずは1ラウンド目取ったのは裏切りさん。おっと、表裏へ、ループは避けたんですがダメージがひどい。お、削りで十分な体力になってる。あー、掴めなかった。起き上がり重ねと見せかけて掴みに行ったんですが、食らってしまった。一応安くは済んだが、おいちょう、さあ、前がうまい。さあ、うだけにさんも倒れてしまった。そしてトーコンさん、あ、クレジット、あれ、トーコンさんチュンリーですね。メインキャラです。1周目はトーコンさんチュンリーですね。気合い入れましたね、今。さあ、ホテルは本当に負けるわけにいかないんじゃないでしょうか。だいぶ今日体調悪そうですけど。はい、光源、画面にクラゲさえ置いておけば、クラゲさえ置いておけば、なんとかなる。クラゲがない、クラゲがない。おお、しかしきっちり投げ返し、お、よく知ってくれさあ、クラゲ、ナイ
スガードからおお中足ね、裏投げで削ってゲージを貯める、裏投げお疲れ様ですって、なんかお一人あっ、投げそのまま憎い順リーガー、うわ入った、しかし深追いはしない、立ち回りで、おミスターパーフェクト、さあ珍しくチュンリーホンダでちょっとチュンリーを応援してしまいました。続きましてソンナーさん、ブランカ、あ、ソンナーさん、ブランカお願いします。さあキャラ的には分かんないですけど、一応大金星だったんでしょうか、濃厚さんさんのホンダを止めたんですが、ブランカはちょっと苦手気味、あ、そうなんですか、東光さんがちょっと苦手にしてる感じですね、あ、そうなんです、まあまあブランカ崩すタイプだから、一部のブランカ使いにちょっと嫌がらせみたいなことをされて、だんだんこうトラウマ気味にそうなんですか、ね、主に中村さん、A4 さん、あと KKY さんあたりにやられて、ね、相当な猛者はバカです向上心がある人がこう逆に強い人でやっちゃったせいで、なんか変な苦手意識持っちゃうみたいな、しかし戦列が刺さった、そう、ね、あなるほど、さあ完璧な立ち回りか、クラゲを置いて飛んだら、おお。運が悪い、地上をフルヒット、うわひどい、えげつない対空ですね、やっぱりチュンリーなんか応援するんじゃなかったですね失敗でした、間違えました、いや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 本当に。続いてヒカルさんのバルログ、バルログですね、ヒカルさんだいぶバルログ最近上手くなってる、そうですね、感じですね、まあ音ゲー勢のバルログ、おっと振り向き貢献、なんか密着のコマンド技と影はどっちが優先するのかという話がありましたが、うわ必殺技と投げは確か必殺技が優先のはずですよね、そうです、なので飛行剣打たないジェネティさんとかに飛行剣打たせたいときはめくりから直投げに行くと投げ返そうと思って飛行剣が出る、なるほど、嫌がらせです、もうその試合負けですか、ジェネティさんは負けです負けですか、言っちゃったら負けです、あ、なるほど、難しいルールですね、捨てゲーして台から逃げますさあ三角飛び投げ、うわそうですね、うわ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 、さあよくガードした、お気象パンに謎のジャンプショーパンで引っかかってしまいました。続きまして破天荒さんの、今日の商品、優勝商品は、野菜1日これ1本とサラミ、サラミと野菜ジュース、サラミと野菜ジュース、そう、肉と野菜が手に入るという至れり尽くせりですね。さあ今のところ闘魂さんが3勝ですね、寄った、いやー少々戦列ですね、かける5前夜祭でも U チームがこれ勝ってましたよね、確かに、まあ、なんか熱い戦いでしたけどね、今日東郷さんはなんか何かの敵を打ちに来たって言ってたんですけど、何の敵を打ちに来たのかよく分かんないです俺がよく聞いてなかった、敵打ちに来て来られた、そうですね、さあ背中、おー いいですよ、ちゃんと走って画面走りですよ、重ねて、あげる、いいタックですね、あれも投げるかガードか中足ファイヤーもありますからね、あの場合はこの飛び道具が多段というのがね、竜の強みですね、
恐ろしい、超高性能ですよ。発動してちょっと待ってから光るっていうね。確かにそうですね。あー、いいファイヤーですよ。反射が決まって飛んだ。あー、2段入ってしまった。飛びだけ打っている。飛びが通ってしまって。さあ、ロードさんですね。闘魂さんが、4勝目ですね。さあ、コインの補充が終わりました。さあ、ロードさんの魂の S 剣ですね。昇竜剣。球の回転も早いので、そうですね、歩き投げを通す。さあ、どんどんすごいものが入りました。今ヒット確認。さあ、スカリに裏投げ、勝利源リバーサル勝利。うまい。おっと、ツーヒット。このラウンドはいい感じ。さあ、引っ掛けに行ったが届かなかった。食らったら、いいっすね。中盤くらい大足差し返し。差し返し。さあ、大足昇竜拳。うまいっすね。無理やり持ってってますね。無敵の判定を当てにいく感じがいいですね。ああ、今の得意の距離いいですね。落としにくい感じ。そうですね、飛び切りも強いですからね。そうですね。さあ、ナイスガード使わせて、さあ、めくって投げる。あっと、結構減りましたよ。まだ全然大丈夫ですね。クルージングか、これは。あの体力なら、多分 S 剣なら4発当てれば。そうです、あの TBS が2回決まれば。おっと、1回裏切らなかった、2回裏切らなかった。これはリバーサルが出てたが、対空きっちり。さあ、ネロさんですね。ネロさんのガイルです。さあ、ネロさんはガイルですね。投げる、受け身取っている。さあ、投げる。おっと、いいめくりですよ。いい飛びが通ったんですが、そうですね、ショーキックで止まる。さあ、使わせる。うまいですね。さあ、ここから立て直していきたい。おー、いい対空、いい対空ですよ。さあ、背中。ああ、そばっといいですね。ああ、投げ返し。吸い込まれちゃいましたね。ちょっと時間的に厳しかったか。ゲンキック。ああ、っと、ミスした。1、2、3。さあ、おっと、乗っかったの。とひって、暗い投げですね。さあ、セロテープさんのザンギエフですね。来ましたね。はい、メインキャラです。チュンディザンギ、結構もうあれですね、近づくのが大変っていう感じですよね。吸い込んできますよ。いやー、バニシングもうまいですね。このナイスガード。さあ、吐き出しましたよ。もう一回ためには時間がかかります。
瞬、対空がうまい。ここで東根さんがまずは先行します。対空がしっかりしてますよね。そうですね、遠距離近距離の立ち中キックが機能してますね。近づけないですね。そうですね、中足も速いし、どうすんだこれって感じなんですけども、ミドルが入りました。いや、サマーソルトが、サマーが、さあ、ワンチャン、おーっと来ましたよ。おお、さすがは、さすがセロテプさんですね。これがあるから怖いですね、ザンギフさんですね。さあ、2本目もスクリューを、あーっと、これ寄ってしまった。継続してる。ボタン、ボタン押し間違えたか。あ、惜しかったです。続きまして、四季さんのダルシム、ダルシム準備いい、あれなんじゃないですか、試合なんじゃないですかね。そうですね、キャラ的には。さあ、画面端ですね。うおお、巻き込むとこだった。あ、いいフレームです。うわ、逆にして天章で、天章振り向いて天章出ましたね。高性能ですね。いやー、バカになる。いや、これはね、やっぱね、チュンギーが結構押すようなイメージですね。そうですね、手数が多いと押しますが、ダルシムがどう対応できるかってところですね。そうですね、あー、いいドリルでした。そうですね、いい角度ですね。結構ダルシムが押してるけど、そうですね、結構ダメージ奪いました。さあ、インフェルノ溜まってる。あー、使わずに冷静でした。さあ、ほぼ山本さんの春麗、春麗って今時これ、あのセイントセイヤのあの紫龍の妹は、どうでもいい情報でした。あれですね、あの老子のとこにいた五郎法の滝にいた女の子ですね。あ、そうですね、両方とも確かあれです、詳しいみなしごっていうか、孤児で。あ、なるほど、そういうつながりでしたね。すごい間合い取り。そうですね、使いこなし度が半端じゃないですね。おっと、多分ホッタとかバイソンは色紙キーズの中では下の方だと思うんですけど。はあ、なるほど。いやー、でも何使ってもこうやっぱりうまいですね。さあ、くぐって掴んで、おー、うまいですね、今の見切ってます。
あ、ワープしてきた。あ、ドリルが近距離で置き行動も見てから行動も完璧ですね。そうですね。ああ、グッチがいる。グッチがいる。さあ、片手宣言。片手はちょっと無理が。さあ、両手使ってます。やばい、ショーパンだけでいける。おっと、今足が見えましたよ。そうですよ。さあ、ヨガスルー。ヨガスルー。さあ、バカになったが、重なっていいですか。超弱い発言。そう、できますね。さあ、おっと、なんとかありがとう。さすがですね、すぐ出てくる。削ってやりたい。前取りがうますぎですよ。刺さる。さあ、どうする。こっからソニックガードしない。あー、相打ち取って順当に四季さんのダルシムが勝っておりますね。さあ、ノブさん、今日は1回目も2回目も竜ですね。珍しい竜ダルシム。さあ、勝利。いいですね。もっと重ねがうまいとチョップが待っている。いや、いい勝利ですよ。うわ、さあ、見てからドリルがお上手。お上手、多分あの色は KKY リスペクトなんだと思うんですけど。さあ、チョップ。あの方はなんかどのゲーセンに行ってもいるっていう。ああ、なんか今日のヘイもハイスコアだったような気がします。あ、そう、すごい。バックジャンプしてからテイクドリルですね。そうですね。いや、さばき方が、ああ、燃えてしまう。さあ、小江戸さんのベガーになります。まあ、四季さんが4連勝ね。ね、これ終わりまで行って四季さんがホンダで出たいと言ったらば、ダルシムやる必要がなくなる。なるほど、そういう選択肢が。投げて、さあ、難しい攻防が下段。ダブル2が刺さる。いやー、とりあえずガードみたいな行動がほとんどないですね。そのそうですね、ガードしかない時以外は。おっと、下段が入る。さあ、あーっと、ここで最後テレポが出なかったか。ベガーが通ってく。さあ、ここで3周目突入ですね。山本さん、さあ、キャラは何なんでしょう。あ、なるほど、春霊ですよ。春霊小江堂さんが東根さんの7勝に届くかどうか。あ、そうですね、そうですね、そうですね。カラーチューンがまさに、まさにナイトメア。さあ、サイコで裏回りっていうのは新しいですね。割と画面をしてやられたりするんですよね。あ、そうですね。
おっとダブルに頼みの面の戦列も使ってしまった。相打ち OK ですね。そうですね、残りで相打ち OK。 おっと、いきなりダイスだ。これはなんか色的にもあれなんですかね、今日はユーベガさんの分までっていう感じでやってるんですかね。なるほど、あの鋭いスライディングは。そうですね、乗り移ってると強いね。今春の交通安全週間らしくてなるほど、おまわりさんが逮捕に来てるという。さあ歩きないとめや、見回りが始まる。さあ逮捕されました、小江戸さん2勝目。勝目ネロさんですね。ネロさん、ネロさん、なるほど、エントリーが早いと3周目に、ね、参加できると、そういうことみたいですね。みんな早くエントリーしようね。そうするとなんか、そういうことです、なんか協力的になってくれるんじゃないかと。なるほど、さあ落ち着いているぞ。からですね、叩き方が。さあ一日儲かった感じ。そうですね、あーっといい悪くはない。おっとできる、最大最大マジかはちょっと失礼。削ってっと下段言う。さあ4段入れてく。サクッと取っても苦労して取っても1本は1本。そうですね、めくり拒否ってベガージャンプ早いですからね、逃げれますよ。飛んでみた、おっといいぞ、いい動き。さあダメージ勝ちしてる。さあ無理やり持っていく。おお、すごい。あ、今の見て、今の見てからなんですか。行きます。あ、仕込みというか、あとまあ削ったら終わりだったんで、打ったら打ったみたいな。でからですかね。エスパー系ですね。とはいえ猶予時間は無限じゃないですからね。さあセロテープさんのザンゲフですね。この色のなんて言うんでしょう、威圧感はもう克服されてると。おーっと新しい、おー新しい、最高ですね。ダブル2じゃないんですね。あの配信意識勢ですね見せ技を。そうですよ、見せたもん勝ちですよマジっすか、見せるときに見せるみたいな。見せれないっすよ俺。いや見せましょう。さあ画面端いいっすよ。おっと持ってった、ここは得意の形ですね。そうですね、さあ逮捕、逮捕逃れられるかあれ今日逮捕あるんですか青色は全部逮捕ですマジっすか。さあ画面端ですよ。ジャンプチューパー当たってしまった。おーっとー、あーっとここで力尽きる。これ何連勝すればいいんでしたっけ。闘魂さんの連勝数に届けば。なるほど、7ですね。なんですけど、なんか
前だからルールが変わって1位の人が 1P、2P 選べるので一応1位になるまで遊んでいいことになってるんですよ。あ、そういうことですね。そうですね、2位になったら決勝進出が確定して一応1位になるまで戦えると。お、ところがところが、ニアさんの剣がまだ1本。このゲームで92秒だから3秒ぐらいで終わるんですよね、頑張ると。あー、秒数何が一番早かったかちょっと忘れたんですが、さあ、ニーヤさん何かが出なかったらしい。さあ、削っておっと、届かなかった。昇竜拳見えてますね、昇竜拳。今日はダイスラ多いですね。そうですね。さあ、昇竜拳歩き昇竜。さあ、着地に置いた台足はゼロフルでガードされる。おっと、波動拳を蹴られてしまった。戻ってきて立ち台系。さあ、ご視聴、ヒカルさん。ヒカルさんですね。カルさん、ロードさん、裏切りさんの順番ですね。期待がかかってますね。あ、ベガにね、有利つけれますからね、バルログ。さあ、憎い憎いバルログが投げて、サイコからおっと、おもむろにざっくりいった。おっと、一命してる。あー、ゼロドット。おー、やらしい。もうゲージ溜まる前にほんと全部氷で殺すぐらいでいった方が。さあ、全部氷波の最初の氷にダブル2が。さあ、見ているぞ。氷ができない。氷するままなく氷したい、氷したい。あ、爪が爪が欲しい、爪が欲しい。続きまして6勝して裏切りさんですね。ロードさん、ロードさんが先か。お願いします、ロードさん。さあ、勝てばイーブン、勝てば闘魂さんに並びますね。2位タイ。なるほど。タイで終わっちゃった場合、同点で終わった場合は直接対決、一本勝負ですね。落ち着いてますね、小泉さん。弾を打っていく。そうですね、そうですね、これなんかもうすぐ夏ですよね。あの交通、うん、夏の交通安全みたいなんですけど、裏からめくりからの、あれは厳しい。ピヨってない。さあ、ヒルネリチャギ3発でピヨって、あーっと、ここミスった。さあ、繊細1球を逃したか。いやー、あそこは決めたかった。ネリチャギからの大敬で。続きまして、裏剣さん。さあ、これに勝って勝つと決勝進出と。進出確定ですね。さあ、裏回りダブル2が面白いように当たる。うわー、すごいっすね。さあ、3万点勝ち。さあ、今度は裏切りさんが半分ゲット。ダブル2も食らわない。食らってしまって下段ちょっと待って、最高。さあ、落ちて、おっと、ゼロフレ投げ返し。さあ、難しいぞ。とスカッシュ投げ。さあ、バイソンゲージなかったっすね。さ
あ、単独首位ですね。で、あと一応3人ほどやっていいのかな。連勝数勝ってる人いないですよね。次が月さんしかいないです。トーコンさん、トーコンさん、あ、で、一番連勝数多いのはやれることしたから一応1位までやっていい。さあ、決勝進出はもう決まったんですが、連勝数がどこまで伸びるかを一応1位の人を上回ったところでやめます。さあ、ニック・キ・チュンリー、バルログも倒して立ちはだかるのはチュンリー。さあ、これベガ不利なんすかね。ベガ使いの人にこれいい勝負とかベガ有利とか言うと多分ひどい目に遭わされますよ。本当に聞こえないところで言った方がいいですよ。ちょっとわかんないですけど、なんか結構いい勝負とか言うと、ええ、もうベガ使いからあのひどい目に遭わされます。あ、じゃあだいぶ頑張ってるんですね、まあ、ベガ使いの方。そうです。あ、なるほど。もうチュンリ使いは甘えてるとか言いたい放題ですからね。チュンリは甘えだ、甘えだと。あ、なるほど。恐ろしいですね、ベガ界は。多分ほとんどのベガ使いがこれいい勝負とかいけるとかやるから全然いけないやろ。さあ、スラをもらわない。いつもと言いつつもリードは小江戸さんのベガだが巻き返されるか。投げ返してワンチャンあるか。うわー、投げ。うわー。というわけで決勝戦は四季さんの本田と小江戸さんのベガということになりましたね。東郷さん、ありがとうございました。さあ、2人とも決勝進出は初めてかな。ランピー側が、小江戸さんのベガ、スーピー側がおなじみ四季さんの本田ですね。Xゲーマーズさんですね。コメントいただいてなんですが、こんばんは。そうですね、小江戸さんのベガですね。ランピー小江戸ベガ、スーピーが四季さんの本田です、ね。さあ、落として、さっき僕小江戸さんのベガと本田でやったんですけど、はい、負け越しました。ああ、なるほど。結構甘えた行動をしていたら全部咎められて、ですがどうもこの本田は物が違うよう。そうですね、逆の結果です ね、 今ね。ただ決勝は3先なのでちょっとかけましょうか。早めに手の内が見えれば対策も。さあ、最後で上から上から上から端まで運ばれて投げられて、さあ、ワンチャンあるか。拒ヒッタがさ、拒ヒッタ、さあ、飛んだが裏に行かなかった。刺さりましたね、頭突きが。おっと、危ない。
有名なプレイヤー、レジェンドバイソンプレイヤー、そうですね、バイソンプレイヤーシキーですね。最近では一応バイソンでかなり有名な、そうですね、ボクサー、そうですね、レジェンドオブバイソンプレイヤー、バイソンというか海外人だからボクサーって言った方が、ボクサー、あ、レジェンドボクサープレイヤー、本当ですか。ちょっと僕あんまり存じ上げてなくて申し訳ないですけど、あーってことらしいです。かなりのレジェンドですね。 X ゲーマーズさん OK ですか。はい、 OK。 あ、削って削って、相打ち取った。さあ優勝にリーチだ。リーチですね。が 3先ぐらいだと何が起こるか分かりません。さあ投げて、さあ百列が超削る。お釜入れて上から、おっと、さあ優勝はしきありがとうございます。あ、しきさんこちらまで、すいません。あ、しきさんこちらまで、しきさん、しきさん、いや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 い、だけでちょっとね、そういうのはあまり、だけで私が好きです。嘘ですおめでとうございます。おめでとうございました。さあすごい勢いでのじ合いに行ってしまった。そうそう、そういうのはあまりよろしいそうなんで、こう自由がモットーの我が祭りが手際の際になる大会としては、まあなんか先週かける碁が終わったばかりなんですが、はい、17名、あ、15です、15です、 15、そうそうそう、まあ、大会出てない人もいると思う。あ、まあそうですね、結構いらっしゃって本当ありがとうございます。ありがとうございます、ね、こういう今日は1、2、対戦台もなんか名残かしらないけど7セットぐらいですね多分名残名残なんでしょうね、先週の名残で多分そうですね、ぐらい配置しっぱなしで、そうそう、で一番端にスーパーがトラップのようにう、ね、一番目立つところにいつも、ね、じゃあこの後のじ合い台にお金などを入れてのじ合い楽しんでください。残り1時間ぐらいのじ合いをお楽しみください、はい、ありがとうございました。じゃあまた来週。あ、そうだ、優勝商品渡すの忘れですよ。ノーですね、ノー。山本 VS違いますね、別の方です。ホンダプレイヤーチェンジです。アナザープレイヤー、
では、23時になりそうなので、この試合終わり次第、放送の方終了したいと思います。
そうしましたらお時間になりましたのでここで放送は終了したいと思います。皆様夜遅くまでお疲れ様でした。また来週もいつも通り、の試合と騎士大会放送やりますのでよろしくお願いします。では皆様お疲れ様でした。